東京ドームには大観衆が詰めかけています。セ・リーグ公式戦、読売ジャイアンツ対阪神タイガースの3回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか？まずは先制点を取って優位な展開に持ち込めるかですね。なるほどね。どちらが先取点取るんでしょうか？まずはジャイアンツの先発山口が東京ドームのマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか？西さん、一番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。最初は変化球できました。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。3球目見送っています。ボール。まあ、ここは際どいところも当てていかないといけませんね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。内への変化球は決まりません。打ちました。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー一塁です。さあ先制のランナーを一塁に背負います。バッターボックスには近本。もしかするとエンドランを仕掛けてくるかもしれませんね。さあ仕掛けてくるでしょうか？まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。打ちました。これはどうか。ショートの左抜けました。これで6試合連続安打。ノーアウトランナー二塁一塁。さあジャイアンツ先制のピンチです。やはり先取点はやりたくないんで、ここは集中したいですよね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の山口、どういったピッチングを見せるのか。初球は外。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。これは落としてきました。ここはあっという間に追い込んでいます。空振り三振。ここは投げ勝ちました。まず一つアウトを取りました。さあそしてバッターボックスにはマルテが入ります。さあワンアウトになりましたが、ピンチは続きます。まず大きく外れてボールになりました。打ちました。高く上がった。レフト下がる。抜ければ先制ですが、セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース1点を先制しました。フェンス直撃のタイムリーヒット。1対0。ジャイアンツなおも三塁二塁のピンチです。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。ここはこれ以上離されないように注意したいですよね。ええ、
改めてお聞きします。バッターボックスの福留、バッターとしてはどういう特徴がありますか？まあ、目の覚めるような速い打球を外野オーバーまで飛ばすことができるバッターですね。そうですか。2球目打ちました。取った。1塁へ送ります。2アウトになりました。タイガース1点追加します。アウトの間に得点、2対0になりました。ジャイアンツなおもピンチです。赤星さん、見せてくれましたね。そうですね、ここまでいろんなことがあったはずですから喜びも大きいでしょうね。はい、これも日々の練習、経験の積み重ねということなんでしょう。高めのボール、これはどうだ。センターに抜ける。ホームに送球。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、3対0。ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。抑えたかったんですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。立ち上がりを攻められています。バッターは7番に入っている糸原。5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。打撃好調ですよね。状態がいいんでしょうね。ええ、さあ今日も打つことができるんでしょうか。ジャイアンツ初回から相手打線に捕まっています。西さん、ここまで相手投手の立ち上がりを見事に攻めることができてますね。そうですね、確実に点を取ってもらいたいですよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。インコースボール。ボールになります。次が5球目。バットに当たりません。三振。3アウトチェンジ。しかしこの回タイガース鮮やかな攻撃で先に点を取りました。3対0、タイガース先制です。1回の裏、これからジャイアンツの攻撃が始まります。ジャイアンツはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますタイガースはご覧のような守備陣です。タイガースマウンドに上がるのは先発の西。さあジャイアンツ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。亀井が打席に入ります。2試合当たりが出ていません。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。さあまず1球目打ちました。糸原アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。いいプレーに阻まれてしまいました。赤星さん、今のプレーいかがですか？まあこれは守備が良すぎましたね。バッターは2番に入っている坂本。
昨日のゲームでマルチ安打を記録しています。まずはワンアウトを取っています。初球空振りです。サード取った、アウト、ツーアウト。打席には3番バッター丸。昨日のゲームではホームランを含むマルチ安打を記録しています。ホームランが出たということは状態がいいんでしょうね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。ツーアウトランナーありません。この回のジャイアンツ打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。ちょっと淡白な攻撃が続いてしまっていますよね。はい、そうですよね。次が2球目、引っ張った、ライトへ打球伸びる。この打球はフライになっています。糸井が抑えて3アウトチェンジです。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1回終わりました。3対0、タイガースがリードしています。2回に入ります。タイガースの攻撃、バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている梅野。5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。試合前ちょっと話したんですが、今はバットが触れてるんだと言ってましたね。はい、さあ今日も続けることができるんでしょうか。さてジャイアンツの先発は山口。昨シーズンは9勝を挙げています。前回の登板は9イニング投げて、今シーズン初先発で白星をつかみました。低めの変化球です。外の球外れています。インコース決まりました。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。まあ、ここは際どいところも打っていきますが、明らかなボール球は見極めたいですね。なるほど、そうですか。見逃し三振、ワンアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発の西がバッターボックスに入ります。ここはしっかりとアウトを取りたいですね。そうですね。初球変化球は空振りです。2球目は何で来るか。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー一塁となりました。さあ一塁に追加点のランナーを許しています。バッターは木浪。ここはバントも警戒はしている。初球打ちヒットになった。二塁はセーフ。これで3試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそして打席には近本が入っています。さあ追加点は許したくないところ。まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。そうですね。釣り玉、しかし誘いには乗りません。152キロ。引っ張った、これはどうか。一二塁間を破る、バックホームする。これでマルチヒット、ワンアウト満塁です。まずはアウトコース。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。
中間守備で来てますから、どの塁に送球するかの一瞬の判断が打ち上げた。これは大きな打球。さあサードランナーはどうする。サードランナータッチアップ。サードランナーホームイン。糸井きっちりと犠牲フライを決めました。ジャイアンツなおも二塁一塁のピンチ。さあそしてバッターボックスにはマルテが入ります。さあツーアウトながらなおもピンチの場面。まずはストライクを取りました。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど。さあバッター打った。大きな打球になった。センターバック、センターバックする。センター深いところを破っていきました。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。5対0。ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。バッターは5番福留。まあジャイアンツとしてはまだまだ諦めてないと思うんでね、ここはこれ以上点はやれませんね。はい。さあここはしっかり守りたい。落ちるボールです。次が3球目。アウトコース打ちました。サード取った。一塁へ。一塁アウト。スリーアウトです。しかしこの回タイガース2点を追加しています。5対0。タイガースのリード広がっています。ゲームはこれから2回の裏に入ります。さあジャイアンツこの回は4番から始まります。バッターは岡本。ジャイアンツ点差が離された2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。まあ点差が開いてますから、早めに1点でも多く返していくというのが大事ですよね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。ファウルになります。ここは一気に勝負してくることもありますから、しっかり見極めたいですよね。なるほど。そうですか。打ちました。これはどうだ。セカンドが取る。アウト。ワンアウトです。打席には5番バッターゲレーロ。5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。打撃好調ですよね。状態がいいんでしょうね。ええ、さあ今日も打つことができるんでしょうか。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球わずかに外れてボール。これが2球目。内へ食い込む変化球、ストライクです。外へのカーブ外れました。打った。ワンバウンドヒットになりました。これで6試合連続安打。ワンアウトランナー一塁です。バッターは6番大城。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。痛烈。これはどうか。ヒットになった。ジャイアンツチャンスになります。ワンアウトランナー二塁一塁。打席には7番バッター田中。まあいきなり差をつけられましたけど、一つ一つチャンスをものにしていけばまだまだ分かりませんよね。さあ序盤から離された格好ですが、徐々に返していきたいところ。
さあ2球目は何か。いやタイミングは全く合ってなかったですね。ああそうですね。3球目は何で来るか。見逃しましたがストライク三振。なおも2アウト2塁1塁チャンスが続きます。8番バッターはキャッチャー住谷。昨日はマルチ安打を記録しています。2アウトランナー1塁2塁です。これではバットが出ません。ストライクです。膝元へ曲げてきましたが外れます。インコース詰まりました。マルテが掴んで3アウトです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。2回終わって5対0タイガースがリードしています。3回の表タイガースの攻撃。6番バッター大山、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。抑えきれませんでしたね。はい。初球打ち、さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。打順は7番糸原、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑え、初球打ち、レフトへ打球伸びる、ここは打ち上げています。レフトが取りました。打順は8番梅野、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前の打席はちょっと消極的でしたよね。はい。ここは積極的にいってほしいですね。そうですね。ワンアウトになっています。高めギリギリです。ノーボールツーストライク。さあ外してくるのか。外、これは外れていきます。三振になります。ツーアウトになりました。バッターは西。先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね。ええ、ここは慎重にいった方がいいでしょうね。そうですね。ツーアウトランナー一塁です。打ちました。田中一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。5対0、タイガースがリードしています。西さん、序盤から大きく点差をつけられてしまう展開となりましたが、この後どういったことが必要になりますか。まだまだね、集中力切らしちゃダメですよ。本当にそうですよね。初球ストライクを取りました。次が2球目。2球目打ちました。ヒットになった。これが今シーズンの初ヒット。ノーアウトランナー1塁です。打順はトップに帰って亀井、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。切れていきます。ファウル、ワンストライクです。ここもファウルです。ツーストライクです。打ちました。ライトに上がった。ここはフライになっています。上がりすぎました。ライトが取りました。ワンアウトです。バッターボックスには2番坂本、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。
ワンアウトになっています。2球目は何で来るか。打った、レフトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。今シーズン第2号のツーランホームラン。ジャイアンツが追い上げます。5対2になりました。鮮やかなホームランを見せてくれました。今のバッティングご覧いただきましょう。いやー、ナイスバッティングですね。ここで得点が入りました。打席には3番バッター丸。ジャイアンツホームランで得点を挙げています。赤星さん、ここは追い上げたいですね。そうですね、ここはとにかくつなぐ意識を持って打席に入ってほしいですよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。ファウルになります。ノーボールツーストライクです。見逃し三振、ツーアウトになりました。バッターボックスは4番岡本。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球見送っています。打ちました。ショートが取る。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回ジャイアンツ点差を縮めていきます。3回終了5対2、ジャイアンツが追い上げています。4回に入っていきます。タイガース打順よく1番から始まります。木浪がバッターボックスに入ります。今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよね。これ以上バットを乗せるわけにはいきませんからね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。ジャイアンツビハインドで迎える4回です。ここも空振り。まあ、ここは際どいところも打っていかないといけませんね。なるほど、そうですか。高めの変化球は決まりません。打ちました。岡本、今日も3安打猛打賞。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁には追加点のランナー。バッターボックスには近本。まあ状況的にはエンドランも考えられます。初球打ち、このフライは切れそうだ。切れました、ファールボール。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。これが3球目。さあ追い込まれてしまいました。まあ、次はボール気味に来るでしょうね。まあ、インコースのボールに重点を置いて待つ感じになるでしょうね。なるほど、そうですか。低め見送っています。打ちました。この当たりはどうか。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは二塁到達。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー三塁二塁。バッターボックスには3番糸井。ジャイアンツ連続安打でランナーを背負っています。さあ追加点は許したくないこの場面です。
ここは前進守備ですね、まあ、やはり行ってもやらないぞという守備体制ですね。そのようですね。インサイド落ちました。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。追加点が入りました。タイガースレフト前へのタイムリーヒット。7対2。ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。点が入りました。リードを広げられています。バッターボックスには4番マルテ。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや勝負強かったですよね。ここは気持ちも乗ってると思いますね。はい、この打席も期待しましょう。これが2球目。インサイド落ちました。これはどうだ。ショートの右抜けました。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー二塁一塁。これが1球目。まずは変化球。低め外れています。150キロ。見ました。ボールです。152キロ。インサイド弾き返した打球はレフトへ。この打球はフライになっています。レフト掴んでワンアウト。バッターボックスは6番大山。今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよね。打ちました。ショート取った。二塁送球。二塁アウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。しかしこの回タイガース2点を追加しています。7対2。タイガースのリード広がっています。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。打席には5番バッターゲレーロ。先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。はい、バットが振れてますよね。いいスイングしてると思いますね。打ちました。マルテ一塁そのまま入ってアウト。バッターボックス大城。前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。今日は調子が良さそうですよね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。さあ2球目は何か。打ちました。これはどうか。取った。ツーアウトになりました。バッターボックスには7番田中。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前の打席見逃しての三振は良くないですよね。はい、今度は思い切っていってほしいですよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。この回のジャイアンツ打線ですがたった3球で2アウトになっています。ちょっと簡単に打ち取られすぎてますかね。はい、さあ3球目は何か。インコースファウル。打ちました。流しました。打球はレフトへ。最後はレフトフライ。掴んで3アウトです。反撃したいジャイアンツでしたがここは三者凡退に終わっています。4回終わって7対2。タイガースがリードしています。これから5回タイガースの攻撃です。そしてジャイアンツはピッチャーが変わります。高木がマウンドに上がります。点差が大きく開いた場面での登板となりました。さあマウンドに上がったのは高木。今シーズン3試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。さあ西さん、高め打ちました。これを破りました。センター前。
これで6試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは8番梅野。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ヒットでランナーを1塁に置いています。内に持ってきました。いいボールですね。はい、外のストレートがストライク。ワンボールツーストライクです。打ちました。これはどうか。これで6試合連続安打。ノーアウトランナー二塁一塁。さあバッターボックスには先発の西が入っています。調子自体悪くないんで引き続き投げさせ。初球打ち、これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。8対2ジャイアンツ、なおも三塁二塁のピンチです。打順は1番に帰ります。バッター木浪。まあジャイアンツとしてはここをしっかり抑え切って流れを引き寄せたいですよね。はい、さあここはしっかり守りたい。西さん、この木浪対左ピッチャーはどうなんでしょう。左に弱い傾向はありますね。まあ左バッターですからね。ああそうですか。内野はバックホーム体制ですね。とにかく得点は許さない。高めのボール、ファウルになります。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。ワンアウトです。バッターは2番近本。今日はここまで猛打賞を記録しています。バッター今日当たってるんで慎重にいかないといけませんよね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。ワンアウトランナー二塁三塁です。さて西さん、バッターの近本、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょう。2球目打ちました。ヒットになった。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。タイガースが突き放します。ライトオーバーのタイムリーヒット。10対2ジャイアンツ、なおもピンチです。3番バッター糸井、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いやさっきはやられてしまいましたよね。はい、西さん、この糸井対左ピッチャーはどうなんでしょう。特に左ピッチャーが苦手という印象はないですね。ああそうですか。まあここは見送るかどうかの判断が重要ですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ここは決まりました。見逃し三振です。ツーアウトになりました。4番バッターマルテ、今日はここまで猛打賞を記録しています。いや固め打ちですね。当たってますよ。すさまじい集中力を見せています。タイガースこの回7人目のバッターになります。打ちました。坂本一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース3点を追加しています。10対2タイガースのリード広がっています。赤星さん、一方的な展開で負けている時というのはベンチとしてはどんなことを考えているんですか。まずは1点ずつ点を返すという気持ちでいると思います。はい、目の前の1点まずは取りに行きたいところです。アウトコース空振りです。次が2球目。
打った、木浪取って、ワンアウト。次はピッチャーの打順ですが、5回から登板の高木がバッターボックスです。まだ回が浅いので、もう少し長く投げてほしいということでしょうね。そうですね。初球甘いコース、バットが出ませんでした。ストライクになります。あっという間に2ストライクです。よく見ましたね。これが4球目、ファウルになります。三振になります。打順はトップに帰って亀井、先ほどの打席はライトフライに倒れています。2アウトランナーありません。初球ストライク、このカウントは狙い球を待ちつつも、その他のボールの対応も考えているでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。さあ外してくるのか。打ち上げた。この打球はフライになっています。3球目打っていきましたが、取りました、アウト。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。5回終わって10対2、タイガース大量リードしています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは初回、一打先制のピンチ、4番マルテ、レフトへ弾き返すタイムリー、ジャイアンツ先制点を奪われます。さらに続きます、ツーアウトで二塁にランナーを置いて6番大山、初球を叩いてタイムリー、ジャイアンツ1点を追加されます。2回の裏、このチャンスの場面、ここは打ち上げてしまいました。このチャンスは生かせません。3回の裏、ワンアウトで1塁にランナーを置いて2番坂本、2球目しっかりと捉えました。ジャイアンツ2点を返します。しかしタイガースすぐさま反撃、ノーアウト2塁3塁で3番バッター糸井、左中間へのタイムリーヒット、ジャイアンツ2点を追加されます。東京ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。タイガースの攻撃、打順は5番福留、今日はまだ当たりがありません。ジャイアンツ厳しい展開で6回を迎えています。改めてお聞きしますが、バッターボックスの福留、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあ、そうですね、状況によって変わりますが、もともとはフルスイングが身上の強打のバッターですね。そうですか。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。バッターは6番大山、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。高木、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。2球目は何で来るか。今の球には手を出しませんでした。ストライクです。ノーボールツーストライクです。変化球空振り、
7番バッター糸原、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。打ちました。抜けていきます。ヒットになりました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。8番バッター梅野、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。これが2球目。この低いボールは外れます。ボール先行です。次が3球目。外低めのボール、引っ張った、取った、一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。10対2、タイガース大量リードしています。6回の裏、追いかけるジャイアンツの攻撃。打席には2番バッター坂本、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。ジャイアンツ点差が離された6回の攻撃です。ワンアウト、バッターボックスは3番丸、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。先ほどはちょっと消極的だったかもしれませんよね。はい、今度は積極的にいってほしいですよね。そうですよね。西、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルです。追い込まれてるんで際どいところは手を出していかないといけませんね。なるほど、そうですか。よく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。さあ4球目は何か。変化球空振り、ツーアウトになっています。バッターボックスは4番岡本、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球簡単にストライクを取ります。さあ2球目は何か。ノーボールツーストライク。ファウルになります。打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、どうだ、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。10対3、主砲の一発で1点を返します。流れを少しずつ掴み始めているか。バッターボックスには5番ゲレーロ、ジャイアンツホームランで得点を挙げています。初球ストライクを取りました。打った、木浪取って、スリーアウトチェンジ。しかしこの回ジャイアンツ点差を縮めていきます。6回終わって10対3、ジャイアンツが得点しました。西さん、点差的には少し厳しい状況になってきましたがいかがですか。まあ今日の試合厳しいですね。まあただね、打撃陣は頑張ってほしいなと思いますね。踏ん張りに期待しましょう。
次が2球目。あそこは手が出ないでしょうね。アウトローの変化球、キレがあります。あっという間に2ストライクです。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター木浪、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。高木、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。2番バッター近本、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。抑えきれませんでしたね。初球打ち、これはどうだ、ショートの横抜けた。これで5打席連続のヒット、ワンアウトランナー二塁一塁。バッターボックス糸井。まあジャイアンツとしては点差もあって厳しい状況ではありますけど、雑にならないようにしないといけませんね。はい、さあここはしっかり守りたい。高め打ちました。これはスタンドへ入りそうです。切りました、ファールボールです。ストレートを狙ってたんでしょうかね。空振り、ここはランナーを変えさせません。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。バッターボックスマルテ、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナー一塁二塁です。まずは簡単にストライクが来ました。2球目は何で来るか。2球目打ちました。ファーストを取った、1塁へ送ります。1塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。10対3、タイガース大量リードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ジャイアンツの攻撃に入ります。西さん、まだ3回ありますので1点でも多く返しておきたいところですよね。いやもちろんですね。この辺でね、弱気になったらいけないですよ。最後まで諦めたらいけないです。踏ん張りに期待しましょう。ストライクになります。ノーボールツーストライクです。ここは一気に勝負してくることもありますから、しっかり見極めたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ファウルになります。打ちました、浅いフライ。この打球は落ちるか、どうだ、あっと弾いた。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。この田中、ここのところ5試合で打率が2割を切っていますが、ちょっと調子を落としているんでしょうか。はい、少し打席で迷っているようなところがあるので、開き直って狙い球をはっきり絞るといいでしょうね。なるほど、そうですか。さあここから調子を上げていきたい。インサイド落ちました、ワンバウンドヒットになりました。田中ヒットが出ました。ノーアウトランナー二塁一塁。バッターボックスは8番住谷。終盤でこの点差はまあ厳しいですけども、しっかり集中していいバッティングを見せてほしいですね。さあ残り回も少なくなってきました。打ちました、セカンド取った、二塁送球アウト、一塁はセーフ、ゲッツーは取れません。いいプレーに阻まれてしまいました。赤星さん、今のプレーご覧になっていかがですか。これはしょうがないですよね。バッターボックスには代打の楊大寛。さあ赤星さん、ここで代打を起用してきました。そうですね、まあ1点でも多く返しておきたい場面ですから、しっかり得点につなげる仕事をしてほしいですよね。そうですね、この起用に応えたい。まずは変化球から入りました。打ちました、高いバウンド、サード取った、二塁を送ります。一塁へ、サードランナーホームイン、1点返しましたジャイアンツ。フィルダースチョイスでの得点、10対4、ジャイアンツ6点差になりました。打順はトップに帰って亀井。
初球はストライク、ストレートが決まっています。これが2球目、外角低めのストライク、すぐに追い込みました。高めのボール、弾き返した打球はセンターへ、ここは打ち上げています。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。セカンドランナースタートを切る。2番バッター坂本、今日はホームランを放っています。ツーアウトになっています。まずは変化球、インコース詰まりました。マルテが抑えてスリーアウトチェンジです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。しかしこの回ジャイアンツ点差を縮めていきます。7回終わって10対4、ジャイアンツが得点を入れています。これから8回タイガースの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。背番号15沢村がマウンドに上がります。点差が大きく開いた場面での登板となりました。これが初球、いいところへ決めてきます。ストライクです。2球目打ちました。サード取った、アウト、ワンアウト。打席には6番バッター大山、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね、ここはしっかりと修正していきたいですね、そうですね。ワンアウトランナーなし。2球目打ちました。セカンド取る、アウト、ツーアウト。バッターボックスは7番糸原、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。打ちました、坂本、一塁アウト、スリーアウトです。この回タイガース三者凡退です。10対4、タイガース大量リードしています。8回の裏、ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは丸、今日はまだ当たりがありません。前の打初球打ち、ここはフライになっています。セカンドが落下点に入ります。バッターは4番岡本、先ほどの打席でソロホームランを放っています。まずはワンアウトを取っています。豪快なスイングは空振りになります。ボールになります。3球目は何で来るか。ファウルになります。ファウルになります。よく見ましたよね。選球眼がありますね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。さあ仕留められるか。打ちました、大きな打球になった。レフト下がっていく、下がっていく、フェンスを越えた。ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。追い込まれてからの変化球、前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。ジャイアンツが追い上げます。10対5、これぞ4番という仕事をしてくれました。5番バッターゲレーロ、ジャイアンツホームランで得点を挙げています。空振り、
さあ2球目は何か。2球目打ちました。打球はライン際へ。一塁線落ちてフェア。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。初球打ち、さあどうだ、ヒットになった。これで3安打猛打賞、ランナー三塁一塁となりました。さあ初球は何か。まず変化球を見せてきました。さてバッターの田中、どういうバッターなんでしょうか。まあ、内野の頭を越えるようなクリーンヒットを狙っていくバッターですね。ああそうですか。空振り三振、ランナーは動けませんでした。ツーアウトになりました。バッターボックス住谷、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナー一塁三塁です。甘いコースでしたが見送っています。ノーボールツーストライク。レフトライナー掴んで3アウトチェンジです。しかしこの回ジャイアンツ点差を縮めていきます。8回終わって10対5、ジャイアンツが得点しました。9回の表です。タイガースの攻撃、打席には8番バッター梅野。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ジャイアンツ厳しい展開でこの最終回を迎えることとなりました。変化球空振り、あっという間にツーストライクです。三振です。まず一つアウトを取りました。バッターボックスには代打の原口、沢村、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ライト方向を流しました。これはどうか、一二塁間を破る。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスには代打の北条、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球狙って空振りです。155キロがいきなり出ました。打ちに来ました。ノーボールツーストライクです。レフトに強い打球、レフトバックする、バックする、ボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは二塁到達。ジャイアンツピンチになりました。ワンアウト三塁二塁です。高め打った、ショート取った、一塁アウト。ランナーは変わらず三塁二塁です。バッターは3番糸井、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の外の球打った、サードが抑えた、一塁送球、サードランナーがホームに帰ってきました。タイガース追加点を挙げました。11対5、ジャイアンツなおも三塁一塁のピンチ。
打席には5番バッターマルテ。初球は何で来るか。まずはボールから入りました。拾って一塁アウト。これで3アウト。しかしこの回タイガースに1点を追加しています。11対5、タイガースのリード広がっています。9回の裏ジャイアンツの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わります。ジョンソンが2番手としてコールされています。9回の裏ビハインドではありますが、つないで流れを変えたい場面、ジャイアンツは代打を送ります。バッターボックスには代打の阿部。さあバッターは阿部。ここでホームランが出ると通算400号ホームランの達成となります。西さん、節目の数字目前ということになりましたね。まあやっぱりね、あと1本というところでね、当然プレッシャーあると思いますよ。そうですね。さあ注目しましょう。このカウントは甘い球だけでなく、少しゾーンを広げて待っている感じでしょうね。なるほど、そうですか。3球目打ちました。これはセカンドライナー。打順は1番に帰ります。バッター亀井。今日はまだ当たりがありません。前の打席はいい当たりだったんですけど。打ちました。取った。ツーアウトになりました。バッターボックスは2番坂本。今日はホームランを放っています。ツーアウトランナーありません。最後のバッターになるのか、それとも次につなぐことができるのか。まあ月並みですけど、諦めたらそこで終わりですから、最後まで食らいついていってほしいですよね。はい、さあ意地を見せたい。2球目打ちました。この当たりはどうか。この打球は落ちるか。どうだ。外野フライ掴んでアウト。これで3アウト。最後いいところなく試合終了です。残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。赤星さん、今日はなかなか勝機が見出せないまま敗戦となってしまいました。まあそうですね。ただこういう負け方の方が案外選手は気持ちを切り替えやすいんじゃないかなと思いますね。ああ、そんなもんなんですね。次の戦いに切り替えてほしいところです。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のジャイアンツですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで東京ドームから失礼いたします。どうぞお忘れ物、落とし物のないよう。